マチルダ新郎です。ご覧いただいてありがとうございます。ヘアスタイルを作る上で、いろんな考え方だったりとか、やり方だったり手法っていうのは、たくさんあると思うんですけど、あんまり固定観念に縛られないで、すごく可愛くしたいとか、綺麗にしたいとか、そういう気持ちで切り続けていけば、おのずとやっぱり上達もしていくと思いますんで、僕もそういう思いで常々カットできるように心がけてますんで、ぜひ皆さんもカットする上で何か参考になれば嬉しく思います。よろしくお願いします。